平成24年度問題1括弧11の問題です。ここでは会社の従業員の出勤する確率、これを調べたところ、ある営業日に出勤してその前の営業日も出勤した人、2日連続出勤した人が翌営業日に出勤する確率は 0.99。 ある営業日に出勤していてその前の営業日に欠勤、なので欠勤出勤ときて、その次に出勤する確率は 0.90。 ある営業日は欠勤、その前の営業日は出勤、なので出勤欠勤ときて、その次に出勤する確率は 0.75。 ある営業日は欠勤していて、その前の営業日も欠勤した、すなわち欠勤欠勤、その場合の次は、出勤する確率は 0.65。で、これは今後も変化しない場合に、十分な時間が経過した定常状態において、出勤している従業員の割合、これを求めるような問題になっています。では回答に参りましょう。これも丸国仮定ですね。将来の状況は過去の推移には依存しないと。なので過去はどういうふうになったかは関係しないで、ただ現在の状況のみに将来は依存するという特徴を持つ確率仮定のことをマルコフ仮定というふうに言います。で、今回の従業員の出勤欠勤モデルをこのマルコフ仮定で表すと。で、ここではどういうふうに表すかというと、まず状態1というのを、本営業日、まあ、今日は出勤していて、前日も出勤、これを状態1。状態2は本営業日、本日は出勤で、前営業日は欠勤。状態3は本営業日は欠勤、前営業日は出勤。状態4は本営業日は欠勤で前営業日も欠勤と。このように、状態を表します。で、ここでは PIJ というのが本営業日の状態が I で、翌営業日に状態 J になる確率というふうに表現をします。例えば P11、 これはまず本営業日は出勤で全営業日も出勤で、次の日において、まあ、本営業日なので、まあ、次の日は出勤で、次の日の前の営業日、すなわち、まあ、本営業日、今日のですね、それも出勤という確率を表しています。これは結局3日連続で出勤、出勤、出勤と。こういう状態をこの P11 というのは表しています。問題文の中で、ある営業日に出勤して、その前の営業日にも出勤した人が、翌営業日に出勤する確率は 0.99 と言ってますので、これ3日連続出勤の確率ということで、この P11 というのは 0.99 というのはわかります。次に P12 というのを考えてみましょう。これは、まず状態1、本営業日は出勤で全営業日も出勤。これから状態2に変わると。翌営業日に、本営業日が出勤、翌営業日に出勤して、翌営業日の前営業日。なので、まあ、現在ですね。今日のことですね。今日は欠勤と。なので、この変、本営業日が出勤かつ欠勤となるので、これはあり得ないということで、確率はゼロと。このように、本営業日があって、前営業日と本営業日が出勤。で、翌日で考えると、欠勤出勤という形で、本営業日が出勤かつ欠勤で、このようなことはあり得ないと。で、これをすべて考えてあげると。で、この時に推確率行列。このような P11 から P44 まで、全部求めてあげると、このような行列で表すことができます。では、定常状態において、先ほど状態1から状態4というのを定義しましたが、それの割合を π1 から π4 と。
そうすると定常状態の場合はこの推移確率行列をかけてももう変わらないということなので、このような方程式が成り立ちます。これを整理するとこのような形になるんですが、これだけだとこの方程式を解くことはできません。この π1 から π4 というのは定常状態の各従業員の割合なので、足すと必ず1になると。これを使うとこの連立方程式を解くことができると。そうすると π1 から π4 まではこのような形で求めることができます。で、問題では定常状態においてこの会社に出勤している従業員、これを求めると、この割合を求めるということです。で、出勤している従業員というのはこの状態1と状態2、そこでは本営業日は出勤でというのがありますので、出勤しているのは状態1もしくは状態2と。なので状態1、状態2の割合、すなわち π1 プラス π2、これを計算するとこのようになって 0.98501 に、これが求める答えになります。よって回答は F というふうになります。